得点王にも輝いています。残り15分での得点は新潟が16、失点はほとんどない3点という数字になっています。一方の秋田も11得点残りの15分で言いますが、長いボールを打って島田のシュートはゴールの前だ。決まった。なんという素晴らしいスーパーゴラッソ、谷口です。谷口のシュートです。谷口だけが見えていましたよね。素晴らしいシュート。